すごい髪色も変えて。あーもう女の子だもう。やばいです、なんかヤンキーみたいなのがいっぱいいます。もう反射じゃないですか、反射ではないですか、完全反射ですね、これ反射ではないですね。進んできてます、進んできたもんで、ね、分かんないですか、暴走族ないですか、暴走族ないですよ。まだ死んだっすってそちらの問題だけでね、マジですか、アカウントが停止されるじゃないか、アカウント。朝ごはんちゃんと食べてきた、みよ。だって5時半に起きとるから、ね、めちゃくちゃ痛いかかる感じないけど動きますね。かわいい。じゃあリュウジさん向こうで会いましょう。じゃねー。あ、バイバイ。エンジンかけるわ。乗ってみる？めっちゃかわいい。やばいです、なんかヤンキーみたいなのがいっぱいいます。もう回ってるけど怖いわ。怖いよ、こんなところね。こんにちは。じゃあちっちゃいカメラとかちょっとショート。すごい髪色も変えて。娘も。ちょっとね、ニコの鼻から下。え？T シャツも作ったの？めっちゃ可愛い髪色。T シャツも作ったの？でもね、下手するとプロレスラーみたい、女子プロレスラー。そうかもしれない。マジで言うと、これを止めかプロレスラー。あ、書いてある。ちょっとね。だって前出たじゃん。あ、出たか、お娘。あ、もう YouTube 出たか。出た、1回だけ。カンタさんのアルバイトの時かな。あ、そうだそうだ。カンタさんアルバイトの時に。あ、そう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 。まあ、でもそれはね、あの、昨日、オチ君から連絡があって、なんか、床変えた方がいいんじゃないって。そう、チラッと言ったか。うん。じゃないって言ったってよ。で、チラッと言ったもんで、あの、予算オーバーしたんです。じゃあ、カツに相談し合って、相談ですよ。しかも知ってるの、あんな冷蔵庫とかまたコンロ買ったじゃん。LINE 来て、誕生日はドライヤーがいいです。そしたら、高値だって入ってちゃんと高かったけど、失敗した。なんでもさ、人生ダメ元だから冷蔵庫とかも結局買ってもらってない。失敗した。失敗した。紹介お願いします。はい、紹介、いくらするんですか。平均的にだと300円。そんな安いですか。なんか500万だ。こっちは高いですよ。こっちは多分2人ぐらいしか製造してないようなんで価値あります。価値年前の倍か。約50年前の。50年前。すごいな。すごい。これがあれなんですか、チーム名みたいな感じなんですか。あ、そうなの、そうなの。だって入ってますもんね、後ろに。こう見てリーダーです。誰が作ったんですか。うわすごい。あの子も42、3歳で。42、3歳で。うん。生まれて。生まれて。キングよりはアドルね。そう、後輩。後輩塗り回しちゃってる。そう。喋りかけるよ。マーク。名前ついてるんですか、ちゃんと。マーク。これだろ。ほらほらほら。すごいでしょ、チカチカ。すごい。あ、ごめんなさい。紹介お願いします。これ自分でやったんですか、全部。朝の業者に頼んで。そうです。もう買ってから。ガガトンかも。これも全然こういうとこもなんか全部買い取るじゃん。やるだけでもう200以上は買い取る。買い取るだけで。やばい。ただちょっと雰囲気が怖すぎる。雰囲気がもうやばい。俺で取るもんなんか。それなら高須工業とか。あ、自分の会社です。反社じゃない。工業がちょっと難しいのもこうだもんね。反社の匂いバンバンやもん。大丈夫ですか。大丈夫ですか。後ろも後ろで。これはキミコさんと一緒で。あ、チームね。はい。キミコ、俺見ちゃった。ヘルメットって。いいですか、触って。はい。すごい、ヘルメットも。何これ。これなんか、鉄火弁のやつですよ、これ。ちょっと待った。全部このショップで。この目のことだけで。売ってる。いや、売ってないです。全部 FRP で。あ、これまた違うやつだな。もっと古い。これなんてやつだ。初期型らしいです。はい。初期型。初期型。これまだ高いですか。
ぐらいとかね。もう、あ、盗んできたもんで、ね、分かんないですか。分かんないですか。すごい。これも同じ CB ですね。地方を改造して、あの矢沢駅のキャンプに。はい。はい。じゃあ、ここですけど。はい。あ、矢沢駅長こういう風にしとるんだ。感謝ではないですか。いや、僕は。矢沢駅事件最大反射だろう。大丈夫ですか。大丈夫です。カメラ映ってきてますか。お仕事、何されてますか。僕、あの、投資家っすね。投資家やばいねお前。こういうの乗ってるやつだ。そうだね。反射じゃないですか。いや違います。なんか地上げ屋じゃないですか。いや違います。投資家で。ヘルメットちゃんと持って。女の子とデート楽しんでるでしょ。楽しくないでしょ。娘と。年頃だもんね。彼氏ついてるのない。ない。彼氏欲しくないの。今いらん。そう。バイク乗りの彼氏がいいな。じゃあ募集しようぜ。バイク乗りの彼氏、あ、バイク乗りの皆さん、よろしくお願いします。19歳、インスタとかやってるの。やってます。いいの、インスタとか公開しちゃって。はい。道場の YouTube 出てインスタ公開したらめちゃくちゃフォロワー来る。よっしゃフォロワー増やしてこう。久しぶりにバイク乗れて楽しいですか。乗れたら楽しいけど。かっこいいっす社長。いないよ。いない。もうちょっと前。マジ全然バイク見えないんですけど。いないんだよね。ねえ、スイスイ行っちゃうから。走っとるとこ取れんじゃん。もうちょっとでご最初ですか。ご最初ついちゃうよ。あ、いたいた。いたいた。すごい。お姉さん走ってきました。いいっすかカメラ。全員いいの。全然いいよ。全員。全然撮れてないわ。もうここで帰るつもりはないわ。何出発撮って。じゃあ次のインタで降りやじゃん。あ、もうちょっとついてきたよ。でも、うん、ゆっくり行くわ。全然撮れんかったもん。これは何、その、この
あなたこのチーム名の乙女会。乙女会はおる、みんな乙女会。あ、じゃあ大将紹介お願いします。あ、Z1 です。あ、Z1 昔ありましたね、これ。チーム名はムーンライト。ムーンライトって暴走族じゃないですか。暴走族、そのままです欲求不満みたいな。欲求不満紫。あ、これもかっこいい。欲求不満なので、これも、これ塗装してもらったんですか。あ、そうですね。いくらするんですか、これ。1万ぐらい。いや、意外に安い。塗装で、はい、バイクはしますよね。あ、バイクは、でも僕安い時買ったんで。あ、昔。コロナ前に。あ、コロナで一気に値段上がったんですか。そうですね。そこで80万ぐらいで買えた。あ、マジですか。今も200万ぐらいですよ。この3年で一気に。あ、こんにちは。もうこれ完全暴走仕様じゃないですか、これ。懐かしい。これ何でしたっけ。なんかこうあったな、こういうの。これ大丈夫ですか、画面映っても法律違反じゃないです。大丈夫です。いや、法律違反。大丈夫です。大丈夫ですか。怖いな。あとでさ、まとめてさ、女とちょっと 女性に撮りたい。俺男怖いもん、みんな。もう皆さん、おバイク好きなんですか。そう、乙女会。皆さん、独身いないですか。はい。独身ですか。独身で。結構やっぱ育って。あ、インスタ貼っといてよ。インスタを、なんかそれバイク用のインスタあるでしょ。あ、ごめんなさい。あ、この子もね。ね。今日バイク乗ってない。お、乙女会。もう初めて若い子なんじゃない。おいくつなんですか。22です。22歳。彼氏いるんですか。あ、おりじゃん。なんだ、もうやばいでしょ、犯罪だと思うよ。犯罪ですよ。27歳。マジですか。27歳。じゃあ大丈夫です。あ、飲んだらだった。飲まんでも。あ、TikTok やってるんですか。じゃあ TikTok、 TikTok は中に紹介させてもらっていいですか。いや、これ絶対言ってます。めちゃくちゃフォロー増えます。あ、やるすぐ1万人ぐらい増えます。そんなに。ここが今チューしてくれたら、あ、一番でいきます。カップルチャンネル、カップルティック、カップルティックで。あー、もう、女の子だ、もうとか分かる。分かります。結構そういうのはどうですか。いや、若いな。アンキだよ、中止しない。滝まで行くんだよ。滝に来る人おるのか。でも帰り帰ってこれるのじゃん、雨で。もう、一回慣れたら一緒。結構降ってきてるよ、今。あの車撮りたいな、あのあれな、あれあれ紹介してほしい。公平、公平、紹介しなかった。紹介お願いします。ポルシェです。ポルシェです。ちゃんと来てくれ。あ、ポルシェです。三河の方だとこれをポルシェ。ポルシェって呼ぶんですか、三河では。ブンブン吹かしようですね。ブンブン吹かしよう。ブンブン吹かしようですね。ちょっと今日あの通風で。あ、マジっすか。あ、バイク乗れないんだ。バイク乗れないんです。これです。あ、かっこいい。これ乗ってます。はい。まあまあ会長ですね。すごい、ちょっと大粒になってきちゃいましたね。あ、でもすぐやるんじゃない。そう思うよね、やっぱり。うん、やっぱり。すごいキラキラってなってる。これなんていう名前ですか。これカリーナですね。カリーナ。カリーナ。すごいなこれ。ミニブタです。何年前の車ですか。ミニブタっていうの。ミニブタ。なんかちょっと砕けずに似てないですか。いや、僕は全然わかんないです。すごいな、これ。逆にこういうのが高いですよね。そうですね。いくらするんですか。言えないです。あ、マジですか。すごい、すごい。すごい。マフラー。あ、マフラー。恥ずかしい。はい。みんななんかもうめちゃくちゃ怖いけど、喋ってみるとみんないい人。みんないい人。そういうもんだよ。あ、これは？これゼファー？あ、すごい。これ？ゼファーじゃないです。これは何ですか？これは。KZ900。 え、これも古いやつですか。76年。日本生まれる前だ。いかがですか、今から。やばい。何かお仕事されてますか。仕事らしいです。でこの金ないですよ。いや、タレントと思います。
結んできてますもしかしてもしかしてまさかやっぱ悪い人が悪くないの。バイク紹介お願いします。バイク紹介お願いします。バイク紹介お願いします。女子には強いんで。これなんていうバイクか。これは Z1 です。あ、 Z1 って Z2 の同じじゃないけど、そう1個前じゃ、キレ高いですよね。じゃあそうなんです。すごい言っちゃって。ですよね。今買ったらいくらするんですか。今500とかかな。マジ何されてるんですか。え、風俗嬢ですか。そうそうそう。風俗嬢です。ぜひ紹介、バイクの紹介お願いします。あ、これも Z1、 じゃあテラ高いんですね、はい、ですかね。もうなんかもうお金の話ばっかりですいません。いや、安い時に買ったみたいで。あ、マジですか。旦那さんのなんです。あ、マジですか。だからこれはちょっとでも年季入っとんな。これこういうのが好きで、はい、あ、これ純正カラーだから。そうなんです。あ、じゃあテラ高いんじゃないですか。じゃあ逆に今ね、すごく塗ってあるより。そうですね、純正カラーで元々の最初の塗料が残ってるってことですね。そうです、そうです。これも旦那さん何やってるんですか。殺し屋ですか。殺し屋。そんなに必要なやつって殺し屋ぐらいしかいないでしょ。パーンってパパーンって殺し屋。知りません、知りません。2台もバイク持ってるやつ殺し屋しかいないでしょ。徳さん紹介して、バイク紹介します。いやいやいや、僕はあのホイトはもう入れ墨入れて反射でダメです。もうアウトです。アウト、アウト。入れ墨モンモンが禁止なんで。これチームのステッカー。チーム。何ていうチーム。ピース。ピース。ピース。ああ全然平和そうに見えないですよ。めちゃくちゃ人2人ぐらい殺しそうに殺しますよ。うちのチームは平和だよ。またこれ違うチームじゃないですか。皆殺しです。皆殺しって暴走族なんじゃないですか。いやいや暴走族ですよね。違います。これで皆殺しって思うんですか。そうです。え、はい、何なんですか。皆殺しのリーダーいやリーダー元元うわーれやつらですね。これなんかはい、まだ死んだっすって。マジっすか。マジっすか。リーダー、リーダー、そのリーダーもう完全反射ですね。これいいですか使って。あ、そあのそちらが良ければ。あ、そちらが良ければね。いや、いいやつ。これは何ですか。これ Z1 で。あ、Z1。 今お仕事何されてるんですか。今あの自営業で。自営業絶対ないやつだろこれ。あっち笑っとるもんね。絶対これ言えんやつやん。大丈夫ですかこれ動画使って。そちらの問題だけでね。マジですか。アカウントが停止されるならいかん。これ怖い人だな。でもすごい優しそうだけどね。あ、こんにちは。動画撮らせてもらっていいですか。この人悪そうな顔しとるな。反射ではないですね。ねえねえ、ねえねえ、あの方さ、あのイベントの時に会った方で。あ、本当だ。あ、こんにちは、こんにちは。バイクも乗ってるんですか。あ、どうも。車でいましたよね、この間。貼ってありました、あと。あ、本当だ。前さ、フェラーリのなんかイベントに行ったの。撮影。あの時に、あ、映っとったでしょ。金しかないもんね。金しかない。はい、お世話になったところ。お世話になったところ。そう、あれ、配線じゃないよなんて言って、コンセントをたくさんつけてもらったところ。いやいやいや、そういうことでしょ。じゃあ、視聴者が募集してよ。え、何を。床、床。誰か床4万円、4万円、5万円、5万円の床、5万円以内、5万円ぐらい。その代わりには1回ぐらい無料で飲ましてくれるお酒は。全然いいそう。ああね、うん、食料品代だけで誰か床、その代わり好みのその。あなたじゃないかみたいな。俺も散々。じゃ今ね今。めっちゃ叫んでる。なんかおかしいですね。あ、俺じゃあ先行ってとくわ。で、ミオンたちケツで、俺前で、ちょっと撮って。でもな、俺最後だ、最後。先行って、ちょっとみんなとか撮ったり。落としてもろて。落としてもろて。すごい顔で言ってたよ、しかも。また来た。なんかそのバイクの話かと思いきや。女がお前。お前これ出すの。もう一回出しがいけるかもしれないです。こっちのライブ安く俺頼んだんだよあれ。ゆか。
また電話してから。え、その前にさ、え、その前にそんな冗談ね。お疲れ、ありがとうございました。2回ぐらい前行ってますあ、そういうこと？はい。やばい。で、しかもあの人めっちゃおもろかった。最後鳴らしててくれた。ミュージー、もし。
た。はい、お疲れ。お疲れ様でした。すごいな。すごい暴走族すぎた。暴走族すぎた。楽しいんだろうな、みんな。ねえ、これだってある程度法律守りながら安全運転で走って、ちょっと昔のところがちょろちょろ出たところがまあコメント欄荒れると思いますが、はい、皆さんね、まあ彼らは彼らの楽しみ方があるんで、はい、まあ優しくね見ていただけたら、見ていただければ幸いだと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、ちょっと全然勉強ですけど、実習生ビジネス第3土曜日、はい、副理事長が、はい、ね、オンラインセミナー、はい、オンラインでネットなんで1時間は何かやるかな、質問とか盛り上がったら結構やってみるんですけど、はい、まあね、すぐお客さんになってくださいじゃなくて、まあ、どういうことをやるんだろうかで、うちもちょっと特殊なことやろうと思ってますんで、はい、もう海外に学校を作って訓練させるみたいな、はい、ぜひそちらの方と、はい、足場の買い取り、はい、あと旧車の買い取りもやってますんで、旧車ね、ちょっとなんか君これ言ってた、結構欲しいっていう人おるけど、まあバイクってバイクが買うと安く買い叩かれちゃうじゃん、うん、200万300万とか3割引かれちゃう、2回車、うんうんうん、でそれをなんか欲しい子がいっぱいおるから仲介するよみたいな、はい、ぜひ、で他社好きな人はぜひ売りたい買いたいっていうのがあれば、はい、連絡ください、はい、まあ、ぜひつなげて、であとツーリングチーム、なんか全然バシバシ募集中らしいんで、はい、愛知の子は愛知ビーグ用やったらいいから、はい、まあ、そうやから見てもらったもんな、そうだね、ぜひ参加、はい、してもらえれば、インスタとかあれ貼ってあるし、まあ、こっちに連絡してくれたらキミコだったら連絡取れるんで、はい、それはちょっとわからんけど、ぜひ遊びに行ってあげてください。お願いします。よろしくお願いします。まだ見てね。はい、めぐちゃん、はい、あ、またがるんすか。あ、またがらんでいいよ、はい、めぐちゃんしよう、背中見せてよ。これはなんていうバイク。聞こえない。大きな声で。シビ7半。はい。いくらで購入？そんなすんだ。いつ買ったの？このバイクのお気に入りは？お気に入りはこれ。タンク。ああ、珍しい。確かにそうだ。こちらタンクです。何タンク？クジラタンク。はい、クジラタンク。はい。クジラタンク。え、旦那さん。はい。なんていうバイクですかこれ？これなんか。まともなの？これいくらで購入？これ80万ぐらい。あ、そうなんだ。テストはすんのに200万ぐらい。みんなまた違うのかやってもよかったんじゃないの？バッタモンじゃなくて。やりかけたら引っ込みつかんって。あ、そういうこと。初めからいいのが買ってよかった。そういうことですね。じゃあ私で600万。600万超えだね。